オーシャンブルーは日本の競争馬。主な勝ち倉に2012年の金車地賞、2014年の中山金牌。2011年2月5日、小倉競馬場での3歳新馬戦でデビューし、6着。3戦目で初勝利を挙げると、続くくずの葉特別と阿賀の川特別を連勝し、3連勝で休養に入る。2012年2月に戦列に戻ると、準。 オープンクラスで参戦するが勝てず1 0万したクラスに、高級が、セーブスポニチ賞の勝利で、準、オープンクラスに最小級し、最小級後2戦目の大原ステークスを勝って、オープンクラスに昇級する。重賞初出走のアルゼンチン共和国売で5着となった、あと、自走の金車地賞は、最後大和マジョーレとの叩き合いを制し、2分で0 秒4の中京競馬場2000メートルのコースレコードで重賞初制覇を果たした。続く、有馬記念でも最後にゴールドシップに刺されるも2着に踏みとどまった。2013年は、初戦の日経賞で9着の後、シンガポール航空国際カップに遠征予定も、左前足の打撲で回避して、春は一層のみ、秋も参戦していずれも6着以下と2013年は、 未勝利に終わったが、5歳となった2014年初戦の中山金牌では、カルドブレスさんを4分の3馬新作出して、重賞2勝目を挙げた。その後は5着以内に入ることもなくなり、2015年の有馬記念15着が最後の競馬となって2016年1月6日付で競争馬登録を抹消された。以下の内容は、 ジャビスサーチ及び netkeiba.com に基づく。2016年より、レックススタッドで、種ボバ入りし、5シーズンの共用で、決闘登録投数42投、出走投数はそのうちの27投で、9投が勝ち馬となった。2020年シーズンをもって種ボバを引退し、ベルサイユファームに移動して、常用馬に転じた。また、2021年度より、 引退名馬つなぎ洋展寺事業の対象場となった。ありがとうございます。